Because there are a lot of things that I never thought was from Asian generally. Like, I actually thought most of the things that they were invented from America. Konnichiwa, minasan, hello everyone. Welcome back to my channel. Welcome if you're new to the channel. I'm Joy. Hope you all are doing well today, doing fine. So for this video, I'm gonna be watching Amazing Inventions by Japan and Korea. Please like the video, subscribe to my channel if you're new or yet to subscribe. Let's get straight into the video. 皆様、お疲れ様です。パーソナリティの椿です。日本の技術力は今や世界中に知れ渡っています。日本人の発明品がその業界の基盤になっているものも多数あり、日本は発明家の国と言えるかもしれません。例えばカラオケは今では世界的な人気を誇りますが、誕生したのは日本であり、トヨタのカローラは4000万台以上を売った世界的なベストセラー。ポケットに入る電卓や世界初のハンドヘルドコンピューターも日本で生まれています。そこで今回は K国のネット掲示板に K国を輝かせた発明品と日本の発明品を見てみようといったスレッドが立っていましたので、少し解説を加えながら紹介していきたいと思います。投稿者は K 国と日本の発明品を調べてみたらかなりショックを受けたようで、日韓の発明をいくつか紹介していました。 K 国の発明品、キムチ冷蔵庫。キムチの新鮮な味を維持するために最も適した温度で長く保存できるように作られたキムチ冷蔵庫。1995年誕生して以来人気となり、現在は K 国人の主婦たちが欲しがる家電製品の第1位にもなっています。 K 国での普及率は 65% 前後なのだとか。 MP3 プレイヤー、今では iPod やスマートフォンなどデジタルファイルで音楽を再生できるのに欠かせないアイテムとして世界で使われている MP3 プレイヤー。1997年に K 国のベンチャー企業デジタルキャストが世界で初めて開発したと言われています。現在は大容量で何曲も入れることが可能になりましたが、当時は重さ65キロでわずか10曲しか入れられなかったんだとか。オンドル、朝鮮半島の伝統的な暖房法で床暖房の一種であるオンドル。オンドルは暖かく温めた石という意味になります。かまどに火を焚き、熱い空気で床を温めることで部屋の空気全体を温めるといった原理となっています。コーヒーミックス、今では当たり前のように使っているスティック型のコーヒーミックスは K 国が最初に開発したのだとか。第二次世界大戦の当時、 K 国の豚素食品が一人一回分飲みやすいようにというアイデアを考案し、インスタントコーヒーの粉にミルクと砂糖を一袋に詰め込んだスティック型のコーヒーミックスを発売したといいます。ちなみにミックスコーヒー自体はアメリカが開発していますが、コーヒーミックスの中でスティック型にしたのが世界初だったようです。牛乳パック、牛乳パックを初めて発明したのは米国人ですが、現在の牛乳パックの形を開発したのは K 国のエジソンと呼ばれる新ソクギュン博士なんだとか。 PC 部屋、1995年に K 国のアックジョンにある PC カフェが最初で、約25年間の歴史が続いているんだそうです。現在は各町に複数箇所あり、豪華な設備や食べ物を一緒に売っているところもあるんだとか。日本の発明品、温水洗浄便座。トイレを快適にする温水洗浄便座は日本国内の一般家庭では普及率が 80% 以上とも言われています。温水洗浄便座の原型は医療用にアメリカで開発されていた商品でした。1964年に稲盛堂現イナックスが日本国産初の温水洗浄便座を発売したのを皮切りに、 TOTO も1969年に国産の発売を開始しました。ただ世界では
温水洗浄便座の認知度はそれほど高くないようです。訪日した外国人の温水洗浄便座に対する評判は絶賛する声が多く上がっていますが、水質の問題、衛生上の問題などにより世界に広まるのはまだこれからと言えます。インスタントラーメン。インスタントラーメンは1958年日清食品創業者の安藤桃福氏によって世界で初めてのインスタントラーメン、チキンラーメンが生み出され発売されました。安藤氏は自宅の庭にある小屋でお湯があれば家庭ですぐ食べられるラーメンの研究を始め、寝る時間を惜しんで一人で休むことなく研究を続け、チキンラーメンが生まれることになります。当時の常識では考えられないお湯を注ぐとたった2分で食べられるチキンラーメンは魔法のラーメンと呼ばれていたそうです。ちなみにインスタントラーメンの海外での消費量は1位韓国、1人当たり年間 75.7 食、2位ベトナム、1人当たり年間 53.5 食、3位ネパール、1人当たり年間 51.1 食、4位タイ、1人当たり年間 49.2 食、5位インドネシア、1人当たり年間 48.3 食となっています。青色 LED 発光ダイオード。発光ダイオードは1962年に米国のニック・ホロニアクによって発明されました。発明当初の発光ダイオードは赤色のみだったそうです。緑色も実現したが青色は開発が遅れた。実現できたものの青色の開発は遅々として進みませんでした。あらゆる色の光を作り出せる光の三原色が揃わず、20世紀中の実現は不可能とまで言われていたそうです。そんな中、1993年開発者の中村修二氏による青色 LED の発明により、明るくエネルギー消費の少ない白色光源を可能にしました。その功績が評価され、2013年に中村修二氏がノーベル賞を受賞したニュースは記憶に新しいですよね。青色 LED はまさに世界に誇れる日本人の発明品といえます。絵文字。世界で通じる日本語といえば寿司、ラーメンなどがすぐに思いつきますが、絵文字もその一つになります。絵文字は日本語だと知らずに使っている外国人も多いようで、絵文字が日本発祥だとはあまり知られていません。オバマ元大統領が安倍元首相をホワイトハウスに招いた際、日本文化の例として空手、カラオケ、漫画、アニメ、そして絵文字を挙げたことは当時話題になりましたね。また2015年にオックスフォード辞典が選ぶ今年の言葉に泣き笑いの絵文字が選ばれたこともあるようです。カッターナイフ。家庭でもオフィスでも世界中の人々に愛用されるカッターナイフも日本発祥になります。1956年に発明されたカッターナイフは意外なところからヒントを得て作られたようです。一つは路上の靴職人が靴底を削る際に使っていたナイフ代わりのガラス片。当時切れ味が悪くなるとそのガラス片を割って使っていたようです。二つ目はアメリカの進駐軍がよく食べていた板チョコ。この二つから板チョコのように刃に折り筋を入れておき、切れなくなったらポキポキ折っていけば一枚の刃で何回も新しい刃が使えることを思いついたようです。当時は折れる刃なんてと製造をお願いしても大手メーカーに相手にされなかったようですが、苦労を重ねて今では世界中で使われるアイテムとなりました。QR コード。今や世界中に普及し、モバイル決済や SNS の発展により生活の中で欠かすことのできない QR コード。 QR コードは愛知県にある自動車部品会社デンソーウェーブが1994年に開発しました。 QR コードは車の生産ラインという特殊な場所から生まれたそうです。カーナビ。
多くのドライバーにとって今や当たり前の装備となっているカーナビ、カーナビゲーションシステム。1981年、ホンダが運転補助装置として初期カーナビを搭載したホンダエレクトロジャイロケータを発売しました。世界初のカーナビを開発したきっかけは、日本の道は狭く複雑であるといったことが背景にあったそうです。現在全世界で販売されているカーナビはほぼ日本製なんだそう。しかし海外は日本ほど道も複雑ではないことが多いので、そのほとんどが日本国内向けに販売されているといいます。ゲーム機、日本が世界に誇るもので、やはり外せないのはゲームですね。任天堂の任天堂スイッチをはじめとした様々なゲーム機や、ソニーのプレイステーションは世界で最も愛されている日本発祥のものといっても過言ではないのかもしれません。子供の頃から日本のアニメやゲームに触れている外国人は多いようで、長年にわたり愛され続けています。シャープペンシル、鉛筆に代わってすっかり黒鉛仕様の筆記用具の定番と化したシャープペンシル。構造の発明は海外なのですが、実用に耐える製品としての開発者は日本人になります。これを発明した人物は日本を代表する企業の創業者であるシャープを創業した早川徳次氏。シャープペンシルって名前で売り出して、それがシャープって社名になったそうです。有名家電メーカーが作ったって聞くとすごく意外ですよね。それでは次に、これらの発明品を見た日韓のネットユーザーの声をいくつか紹介いたします。渓谷の反応、日本がすごかったのは昔の話、今後は必ず我々が追い抜くことになる、ハングルを忘れている、ハングルは世界最高の文字だ、日本は誇れるものが多くて羨ましすぎる、日本最高の発明品には高速鉄道、 IC カード、フラッシュメモリー、自動改札機など他にもいろいろある、それにコーヒーミックスの元になったインスタントコーヒーは日本の発明品だ、多くの女性が好んで使用しているスポンジにファンデーションを染み込ませて顔に塗るクッションファクトは渓谷が初めて発明したもの、渓谷の化粧品企業アモーレパシフィックで初めて開発した。日本が人類の発展に寄与した点は大きいね。日本を追い越すことができると考えている渓谷人が多いけど、比べたら恥ずかしくなってくる。牛乳パックの正式名称はテトラパック。これを発明した人は最初は国内企業に売り込みをかけたけど、とんでもなく安かったので外国に売ってしまったという逸話が残っている。日本の反応、カップ麺、缶コーヒー、スリッパも日本生まれ、シャワートイレも乙姫も。私が日本の発明で最高だと思うのは乾電池とキャタピラーですね。明治時代に発明されて140年経っても世界中で使われています。コーヒーミックスは発明じゃないよね。発明というならインスタントコーヒーの粉末の方だろう。その粉末を作ったのはアメリカ在住の日本人だったんだけどね。ネオジム磁石を入れてほしいね。この小型で強力な磁石がなければ EV 自動車、ドローンなど不可能だった。ヤギアンテナ、発明しても日本軍はその値打ちが分からず論文発表、米軍がレーダーとして実用化していたことも知らず闇雲に空襲して迎撃された。戦前の科学軽視の愚かさがよくわかる。コメントにも日本人が発明したとされるものが多数上がっていました。先人たちの発明は本当に素晴らしいものばかりで、何事も真面目に取り組み器用にこなす日本人の努力と苦心の賜物であり、同じ日本人として誇りに思います。今回紹介できなかった日本の発明品についてはまた機会があれば紹介していきたいと思います。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Wow, that was such an
informative video because there are a lot of things that I never thought was from Asian generally. Like, I actually thought most of the things that they were invented from America. The most popular invention that I know Japan for is Toyota rifle. From when I was little, I know Toyota is from Japan because that's the most used car in Africa. I think that's the number one car, most used car in Africa. Like, very interesting, very informative. I really like the video because to me most of these things were quite surprising. If you thought what you think about this one, and like, subscribe to my channel if you're new or yet to subscribe. Thank you for watching with me, and I'll see you all in the next one. Bye bye.